俺さ、もうキルレのことしか考えてないんだけど、ね、あんまり。くんさん、5年前ぐらい KD は大事じゃないみたいな動画出してたのにな。FPS で KD を気にするヌーブに物申す。友達にキルレがあって言ってる奴いたら、そいつは間違いなく強くない。断言する。間違いなく強くない。KD の強さが全て、もう。おい、一人だけピン悪い奴がいるぞ、自分に。誰だ？なあれしたらもう720ピンにしたら、ああ、俺じゃね、ピン悪いのってもしかして。いや、そうでしょ、どうか。海外ピンのせいじゃない。80ピンだ、俺だけ。日韓戦っていうか、クンも日本人じゃないんだよ。いや、本当だ、やばい。いつかゲームやった時にネタにしてえなと思ったんだな、やばいねっつってる。だから俺だけピンやばい。76ってもうゲームできないでしょ。そう、今日やるとしたらさ、うん、B ポイントクソイモしまくるっていうこともできるけど、俺が一時期あの動画に上げてた B ポイント拠点イモってて荒れた動画があるんだけど、じゃあそれやる。じゃあそれで、それやる。じゃあ俺ショットガン持ってくわ。じゃあ俺もショットガン持ってくわ。じゃあショットガンって何これ、どうやってショットガン選べんの。あれ、援護兵。え、クーさん、援護兵か。あ、俺何もアンロックしないからダメだ。じゃあ俺ら作戦名クソイモ B ポイント。腹痛くなってきた。すぐお腹痛くなる。ちょっとお手洗い行ってくるわ。え、これあれじゃね、分隊長がいない分隊で B 走ることになるよ、このまま。え、それ俺たち、あの一番戦争でやばい、指揮官が死んじゃったパターンやらされるよ。日本軍そうだったらしいから、指揮官死ぬと弱かったらしい。しかも戦闘に立っちゃうから、指揮官が。日本軍って確かアニメの何、あの剣士みたいなことやったの、うん、指揮官が俺についてけって言って。いやいやいや、マジであれやってて、でだからなんかマジで、だからまとまりは良かったんだけど死んだらやばかったみたいな、なんか読んだことある。指揮官くんプレイでいく？それとも、いや無理だよ、俺だ、何も知らないから俺。いやでもこのマップやったことあるでしょ。あるけど、もうなんかかくれんぼならできるよ。人狼する？人狼かかくれんぼ、あ、整地するか。マジでさ、なんか俺だけトロールしてるみたいな感じだったよ、なんか。なんか、これ B 行くの？あ、待って、じゃあ俺 MMG にするわ、ちょっと待って。え、これ B 行けなくね？これ B 行ける、ソバさん行くんすか？ソバさん、え、ちょっと先向かっててくれね。俺武器ちょっと選択するわ。じゃあ D から大回りしてく？ B に。そう、 D ポイントから大回りして B ポイント行こうか。はーい。あ、なんか懐かしい、このみんなで行く感じ。いや、なんか懐かしいわ。超懐い。で、D と B の間に敵の戦車がいる可能性があるため、もう結構外周ぐるーって回ってた方がいい。あ、はい、じゃあ外周回ります。え、これ上行くの微妙じゃね。これ泳いで行った方がいいんじゃね。泳いで行くか。え、嘘でしょ。え、トロールすぎん。想像しない立ち回りをすることによってガチ勢を翻弄させるっていう俺らの戦略だから。そう、アンデンルを突破したドイツ軍の気持ちが今分かってる俺ら。もうちょっと奥側がいい。いや、潜ったりして。でもこの辺りがいいやつ。いける。いや、バレてる、まずい。いった、バレてる。大丈夫。え、これ分けんじゃね。分ける。あ、いってるよ、死んだ。あ、でもまだ死んで、まだバレてない。いける。いや、まだいける。バレるな。おいー。いや、なんかうまいよこれ。うまくね、相手うまくね。なんかうまい、めちゃくちゃエイムいいんだが。お前はプロキルさんですがゴミか。いやいやいや、俺1キルしたから。いや待て、俺の BF 壊れてるんだけど。え、何が。いや、クソうまい。これなんか急に言い訳してません、なんか。あー、負ける言い訳か。これ裏取りできたんじゃないか、もしかして。あそこにね、トラクターがあるからさ、誰か攻撃してくんね。どうやって攻撃するんだっけ。あ、行った。あの、この辺り多分いる。行った。あ、ここ。あ、これ、補給するところ。え、できる。あ、でももう無理。近距離、近距離行けねえわ。これなんか囲われてるよ、C、周りから。結構やばい。いや、もう上には。C 確かにやばい。やばい。いや、起こせるんだな、これが。マジで。やばい。9人いる。どこに9人いるの。俺で湧いてくんない。多分俺すげえ安全に負ける。オッケー。あと3秒、2秒、1秒。やったけど。湧いた。オッケー。行くぞ。ヤマト魂。上にいるからね。長に入れ。2人いる。蘇生してる1人。頑張れ。戦車いた。取りやった。ここにもいる。ピンの赤ピン。詰めてる。ああ、惜しい。多分バレてる、多分でも。これちょっとショットガン取ろうじゃないか。あ、無理。大丈夫か。これそばとこれどうすんのこれ。 C 行くしかないんじゃね。 C ポイント、うん、C ポイント行こう。いや、もう C 大丈夫そうだよ。大丈夫そう。うん、だって相当たくさんいるよ。じゃあ C の外周行ってさ、あの橋上登りに行こう。で、橋上取りに行こうよ。橋上超きつい、多分行くの。同じ、お、見てくれてる、誰だこれ。イグザムが今待ってくれた。いや、俺何もしてないよ。行った、そこだな。何もしてないよって。やばいよ。どうするこれ。いや、C 湧かないと微妙かも。歩兵、やれてない、多分。
どこ行った？あ？やばいってか。あもうあその こっちもあったんだ。やべ全然マップとか忘れてんな俺。死亡への。いややっぱ上取られてるやばいな。いや上取られてるもうなんか顔出せねえわ。あーやるねえな。あのやるマジで。やばいな。強えな。2人やった2人やった。ナイス。あどこ行ったあれ。あやった。やったと思われるって感じ。オッケーオッケー。俺は行く俺は行く。ああ、いや、いや、なんだチャーチルクロコダイルとか、チャーチルやべえな俺。あのね、真ん中の橋が絶対にもう何してもいけないみたいになってるよ。どんなに俺らがトロールしても味方が強いから。いやなんかもうなんか俺らトロールしても全然大丈夫じゃん。いやなんかいやだ見てみる俺たちゴミみたいなスコアで。やばい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 。最下位でよく見たらこのゲームそんなキルレって言われなくない。まあ雰囲気ゲーだからね。雰囲気ゲーって言っちゃった。そこまでは言ってない。そんなこと本当にそんなことは言ってない。いやでも雰囲気を楽しむゲームこそがまさにバトルフィールド5の醍醐味ではあるから。これさ、E 取った方がよくね。ほん、あの B ポイントじゃあ行くか。よく考えたらこれそうだ、 B 行くって企画だったわ。そうだ。B 行く企画だったんだけど意外と B が取れなくて今ね。やばいな。本当に上にさ見えるだけで 3,4 人こっち見てるぞ。あの上から。これ無能司令官に無能司令官のせいでなんか死がかさんでるだけなんだよ。精神が増えまくってるこれ。あまずい。V1 来る。いや避ければ避ければ。マジ？そんな勝てないか。俺たちとヨモリがいてなかなか戦えるじゃん。なにこれ。え、こんな強いのこのチャーチルクロコダイル。大物のターゲット来たな。定期的に砲撃されてる。あ、今ならいける。やばい、逃げろ。大丈夫。オッケー倒した。やっぱ3人で撃つと早いな。3人撃ってしなかったらもうやめた方がいい。いややめた方がいい。3人撃ってしなかったらもう FPS 一切やめるべきで。いけるいける。このままCポイント防衛すれば勝てる。これもしかして。いやギリ勝てる。うわ、拠点取ってポイント増やしてるやつおるぞ。なんか田中とかいうやつ。本当に汚い今。見た汚いとこ。オッケー。エグザム最下位でしょ。よし。うわ。ロッテルダムだけ配信するわ。デバステーションはあれちょっと俺配信せずにガッツリやるわ。ロッテルダム嫌いでデバステーション好きって言ってみる人いるかもしんないよ。なんならデバステーションやりたいがためにこのゲーム買った人もいるかもしんない。そうその人たちのこと考えてる。やっぱそんな細かい戦争好きな。そんな正直俺何も知らなかったもん最初 BF5 の時。これ何の戦争みたいな。何の戦争。いや最初だけトップ2取ったから俺もうこれ満足だ。俺今結構上位だよ。ほんとだ、田中上位じゃん。やばい、俺大逆転してるよ今。俺2番目だもん、2番目もう。誰だ、ロードホック君とか言うと。やばい。あー、やばい。いいわ、いいわ、遊ぼ。いいわ、いいなんか敵どっか行った。あれだな、拠点ポイントだけ広げやつだな、拠点ポイント広げた。いや、今日は、今回俺ら呼ばれた理由が見せ物小屋枠だから。見せ物小屋枠。見せ物小屋として、ちゃんと仕事しないといけないよ。あー、まずい。味方がね、全然いないよ。後ろ疲れてんだよね。助けてあげないと。なあ、ポイントだけ取りに行く。ちょっと驚いてた。これどこ行けばいいのこれ。これ D じゃね ?D 取られてね。C。みんなバラバラのこと行く。わかんないけど D 行くわ。D 見えたわ。俺も D 行く。コラボ動画で一番やっちゃいけないことやってるぞ。なんか別々バラバラになってる。俺に従え。D ポイント行こう。これやばくね結構。え、これ大丈夫なの。やばいね。トロール行ってる場合じゃない。D から湧いて D 行く。A から湧いて B 行く。あ、俺も A から湧いちゃった。じゃあもう分かったと行くわ。同調圧に負けた。A から湧いて B 行こう。D ポイント側それ顔出さない方がいい。回復アイテム持ってたんだ。1回だけ出せんのか忘れてた。ナイスカバー。あ、当たんねえショットガン。あー、ナイスナイス。俺たち1対4ぐらいで負けかけてなかった今。今1対4全滅させられそうだった。全滅しそうになってた。あれさっき意気揚々と俺たち上位じゃねえって言ったらだんだん下位にだんだん順当な順位あるべき地位に戻った。あるべき姿になって日の当たるところから日の当たんねえとこに戻ってますか。カニさん動きつつ、これ。マジ、え、なんで終わったのそれ。なんかそういえば相撲、なんかあんのかなんか、ようわからん。ようわからんでも俺たちがようわからんやつ。ようわからんやつあるわ、そういえば。何かがよくわかんない。フレアガン。そう、あの、フレアガンね、スポットされたら左下にスポットされてますっていう表記になったから。出るんだ。うん、出るよ。そんな軽い感じなんだ。もう D 大丈夫、もういらん。じゃあ俺ら C 行くから D 取った。あー、俺のキルが C 行ってる。C って何なのここ。拠点名あれ。このゲームって拠点名ちゃんと書いてある、中庭か。中庭とかそういう名前だった気もする。外庭やられた。ここいる中庭でやられた。中庭でいったー。ごめんすまん、外もいたわ。田中さん FPS やってないのにうまいね。
バカにすんのやめてもらっていいですか。ただ FPS じゃないでしょ、あれ。いやでも、俺のやってるゲームさ、ちょっと、ジャンル的にちょっと言えないですね、ここらだと。言えない。ちょっと怒られちゃうもんね。タラガってのがガチャのゲームでしょ。ガチャゲーでしょ。ガチャ動画メインと。ガチャ動画。え、ここ大丈夫？味方がね、外周ですごいやられてんだよね。なんか知らんけど。この上とかですごい味方やられてさ。相当やられてんな。敵いるんで。任せろ。これ B でしょ、次。っていうのもあり。もうダメだ、もう弾がね。さ、B 上がり遅いから敵少ないかもしれない。いやー、くそ、ごめん、死んだわ。俺さ、もうキルレのことしか考えてないんだけどね、あんまり。いや、俺キルレ良くないよね、そういうの。俺11キル8ですだよ、今。くんさん、5年前ぐらい KD は大事じゃないみたいな動画出してたのにな。FPS で KD を気にするヌーブに物申す。友達にキルレがあって言ってるやついたら、そいつは間違いなく強くない。断言する。間違いなく強くない。本当に強い人は、キルレが指標にならないなんてこと知ってるので、そんなこと言わないんですよ。最後のスコアボードばっか見てんじゃねえぞ。KD の強さが全て、もう。まるでエグザメさんがバカみたいだ。まあ、D でいいと思うよ。D ポイントのさ、外周に戦車いるっしょ。これ破壊したいんだけど。いや、やるか。あ、やっぱ、D、やばい、待って、B も取られて始めた。いや、B 大丈夫、B 大丈夫。頑張れ。あ、今拾いに行きましたね。今拾った。完全に。今拾ったね。完全に拾った。蘇生してあげたいよ。ごめん、蘇生したら、KD 下がる。いや、KD 下がるから蘇生できなかった、今。クズじゃねえかよ。いや、KD 下がるから。あ、やられた、味方。うまっ。何これ。やば、あ、なんか裏になんか変な装甲車いる。これさ、俺、海行くからさ、上陸作戦しようぜ、こっから。D ポイント上陸作戦。湧いてくれ俺から。分ける？誰も何も言わないな。いや、湧きたくないなみたいな。いや、だってそんなとこ湧いても KD 取れないじゃん。これ E 取ったら勝ちだぞ。完全勝利だ、完全勝利。いけ。PC の重さは関係ない。本当に俺のセンスの中が今光ってる。あ、やばい。何これ、やばい。こっち。D やばい、D やばい。いや、でも D 大丈夫だ。E 全滅した。このスコアだとなんか、キルレだとイグザムさんだけなんかバカ正直にやってかわいそうみたいな。そう。あ、もう完全にさ、コンクエストに来てるただのエンジョイ勢じゃん、これ。いいね、勝てる。なんか今回は余裕だったね。さっきすごい接戦だったけど。ありがとうございます。接待されてる。え、危ねえ、キルレ割りたくない。割らない。逃げる。俺逃げてるわ、もう。今 V 4つか、今。キルレ割んなかった。今 V 4つか。危ねえ、キルレ割らなかった。危ねえ、KD 割るとこだった。危ねえわ。あ、エグザーズ6点。一人一冊みたいなところ。いや、違う、スコアじゃないから。KD が全てでしょ。